あ、ケントゥーさ、何ですか今日さ、はい、ちんともも愛理もさ、ちょっといないわけよ。あ、いないっすね。うん、はい、で、ちょっとさ、はい、ダンス会やってよ。お願いダンス会みんな見たい。もう9時だし寝るでしょみんな。いや、早いのよケントゥーだけおじいちゃんみたいな、ね、眠いっすよね、矢崎さんいや、もう眠くてあんたは眠くても9時だよ、だってきついな、ちょっといや中身茶だしいや、ちょっと内藤さんもマジで今呼んだから。マジ奥も呼んだから、ちょっと男子4人でさ、水いらずさ、ちょっとやる。もう決めました。いや、水しかないね水しかない。もう決めたし、なんなら私はもうセッティングまでやっておる。こちら見てください。なんか俺何？なんかニンニクを切れっていう命令だけされてた。謎にニンニク切ってたのよ。そうそう、ニンニクはね、ちょっとね、今おけんちゃんにお願いしてたんですけど、じゃーん、肉。みんなで今日はサムギョプサルパーティーやってもらいますいいですねTwitter でもちょっと似合わせてるんです。あ、確かにやってたな。そう、やってるでしょ。そうだ、そうそういうことね。うん、だからもう今日はここでね、みんなにやってもらいましょう。いやー、もうこれはもう令和総ファンの皆様も沸きますねー。よいしょー。さあ、準備しましょうはい、じゃあちょっとね、男子会ということで、私はちょっともう2階に上がります。で、ちょっと今令和総全体 LINE にミッション男子会を送りました。3つあります。まず1つ目、肉をね、あざとく焼いてわちゃわちゃしてほしいなって思いますもうなんかその野生男子丸出しみたいな、いいんで、もうそういうのはあざとく焼いていただけたらと思います、はい、そして2つ目、ツイッターの質問コーナーね、募集してるので、これやっといてください。なるほど、ね。そしてね、3つ目、一番大事、女子メンバーの悪口、これはもう絶対ダメです。わかりましたか？それ以外話すことある？女子の悪口以外で山のように出るんだけど、それなら2人でもいけるよ。それなら2時間ぐらいなんだよね。3本分ぐらい。これね、どんいつもってんねちゃんと人が集まるから。そうだね。来ました。あ、待って、来ました。あ、ナイス。お疲れ様です。あの、上になったよ。本当だ。やっぱ梅雨に向けて紫陽花カラー。そうですね、季節感を。そうですね。いい感じですか？いい感じです。内藤さん、寒色似合いますね。寒色。あ、冷たい。ありがとうございます。いやー、ありがとうございますね。はい、初めてだもんね。そうですね。今日はですね、内藤さん呼んだのは、ちょっと男子会をね、ちょっとやってほしいなっていう。ああ、女子会をやりましたもんね。女子会やったんですけど、はい、なのでちょっとみんなに今ルールとかを伝授したんで。ルールは厳しいんだ。あ、本当めっちゃ厳しい。伝授したんで、じゃあヒコキンは2階に上がります。うわー、来るまで無言の可能性ありますね。ゆっくりね、男子水いらずで。いや、確かに貴重な機会。4人揃ってはあんまないかもね。そうですよね。確かに、楽しいな。レアだ。4人全員で初めてだね。はい。お、間に合った。ほんとすいません、間に合いましたよ。間に合いました。うわ、ちょうど2回焼けた時に。いや、すいません、お疲れ様でした。よし、これでやった4人男子会スタートだー。じゃあ乾杯からいきますか。はい。あ、もう完全に女子いないんですね。あ、そうなの。ヒーコもいるのかなと思ったのよ。でも私上に上がりますって言って、もう分かってますって言って。うわ、めっちゃ不思議、なんかこの感じ。いや、そうなの。視聴者さんは結構さ、この4人なんか集まって話してるイメージあると思うんだけど、ないのよ。ないのよ。ない。4人だけがない。そう。ここに女子いるとかだったら全然あるけど、この4人だけってのはないね。確かに。酔うしかないです。いや、確かにお酒入れましょう。お酒入れよう。よし。いや、熱い話とかしちゃうのかな。俺おっくんと今更何話せばいいか分かんないもん。そんなこと言うなよ。話すことないよ。そこ超えてこっていう話でしょ今日。いやそれ結構飲まないとその先超えていけないから。いやそうなんです。なんか思い出を一つ作りたい。その日を生きた証っていうのを作りたい。乾杯。どんな乾杯？ということで令和荘分析会。よいしょ。ということで令和荘1ヶ月のね進捗をみんなで確認しちゃいましょう。はい。一人ずつね個人の行動目標っていうのを立てるんですよね。それが達成できてるのか。それでそれを達成したことによってどれぐらいね登録者数が増えて10万人に近づいてるのか。これをちょっとみんなでね確認しようっていうのがね結構モチベーションにもつながると思うんですよ。そうですね。なのでちょっとやっていきましょうか。よっしゃ。はい。じゃあ。大体1分でスタートして、はい、じゃあまずおっくんからいきたいと思います。よいスタート。はい、おっくん大食いです。報道目標でいうとショート月16本出すという目標は全てクリアです。拍手もらっていいですか。はい、ありがとうございます。イエーイ。そして通常動画4本これも4本で 100% ぴったり達成です。ありがとうございます。俺も達成してる。はい。そしてチャンネル登録者数なんですけど4月30日の時点で4万5600人だったのが5月31日で5万2400人、6800名です。すごい。6800人増えてるのすごいね。はい。ただこれ原因が4月に出した動画のなんで5月に出した動画の効果はまた今月見えてくるかなってところなんですけど、ちょっと4月ほど伸びがなさそうなのでまた4月と同じくらい爆発させれたらなというふうに思ってます。以上くんでした。はい。素晴らしい。はい、ヘングルの食べ放題チャンネルということなんですけれども、実はこのヘングルの食べ放題チャンネル、ちょっと名前変えて食べ歩きチャンネルに最近変えました。あ、そう。はい。で、行動目標は動画を8本出すところは一応10本出して125%。おお、素晴らしい。で、チャンネル登録者の推移としましては4月の30日で2万2966名だったところは5月31日で2万5219人。2215人一応増えています。なるほど。はい。ということで、はい。ということになります。はい。行動目標をね、超える動画を出すだったので。そうですね。で、僕も一応ショートを今回増やしたんで、バリバリ。やっぱショートでどんどんちょっとチャンネル登録者数増やしていこうと思います。あ、おしまいです。ああ、おしまいです。半安定とかないんですか。上手いだからね。こんな感じ。半安定とかないんだ。厳しい。いやでも素晴らしい。はい。ちゃんと行動目標を超えて。うん、いいね。おしゃす検定です。はい。行動目標はもう僕は水曜と土曜に毎週動画を上げるって決めてるんで、まあそれ通り。でまあ、本数は変わんないんですけど、内容として20分25分30分とかの動画が多いんで、今までの動画よりも編集の労力としては 2,3 倍かかってるかなっていう感じでやってます。登録者数は550名ってこれ結構少ないんですけど、結構減ることが多くて、新しい動画出して、でまあ今までとやってることがちょっと変わってるから、今まではレシピメインで勝負してたところからちょっとずつ自分自身に興味を持ってもらおうっていう動画にシフトしてるとこなんで、まあそこで減るのはしゃあないかなと思って、もうちょいちょっと我慢しながらいろいろ試していって伸ばし方を考えていこうかなって今考えてるとこです。なるほど。こんな感じです。はい、いいですね。行動目標は 100% 達成できてるってことで、はい、でもっと増やしていくためにまあ行動目標を変えるのか、それともいろいろ試行錯誤するって感じで、まあひとまずね行動目標は 100%。 はい、ありがとうございます。内藤さん、髪色似合いますね。ああ、そうか、初めてか。いや、初めてですね。あ、そうだそうだ。青にしちゃったんですね、ついに。そうね、つい最近したばっかで。なんで青にされたんですか。なんか、青にすると落ちた時は綺麗らしいな。ああ、なるほど。それがね、流行ってるらしくて。へえ。青に染めました。いや、いいですね。ベースが白だから、なんかちょっと透け感だなみたいな感じで。へえ。そうなんですよ。いいですね。さあ早くも話題がつきましたけど、いやもうよかった、染めといて。もう2分早かったから延命のための染めても2分か。ちょっとネタがなくなってきたんで、質問コーナーをじゃあやりますか。早めの質問コーナー頼ってこう。どんどんやっていきましょう。YouTube に出会わなければ今何をしてると思いますか？おお、面白い質問。これいい質問。確かにいい質問だね。もう4人の共通点は YouTube ってことだけですから、言ったら。いや、そうだよ。それを外したらもう間違わない。間違わない。すれ違いもしないです。目も合わさない。僕はでもまあサラリーマンじゃないですか？ああ、そのまま続けるのは危険ですよ。キエスを辞めた理由は、ワラリーマンの大会をやるために辞めたんですけど、ただそれが終わった後に結局 YouTube で食いぶちっていうところが見つからなければ、そのまま別の企業に就職してた感じがありますね。東京で入れられる。そうか、東京でなかったからね。そう、その転勤のタイミングでちょっと東京離れるとワラリーマンができなくなるんでって言って辞めたんで。なるほどなるほど、そっか。上司をぶん殴ってるでしょ、その時に。違いますよ、営業もやってると思います。ああ、なるほどね。そっかそっか。そうです。宮崎さんですか？いや、なんだろうね。宮崎前何やった？ YouTube の前って何やったの？でもライターで、その前が保険会社でした。そうですね。いやでも多分この YouTube、まあ、インフルエンサー的なものにならなかったら保険会社でまだいたんじゃないかな。いた、いましたよ多分。保険会社は結構順調だったってことですか？いや、全然順調じゃなかったよ。土下座、土下座の土下座祭りでした。土下座、土下座の土下座祭り。何その一発ギャグみたいな響きの土下座舞で、土下座舞でやってましたよ。本当ここら辺なくなるんじゃないかって言ってたかもね。今頃半分ぐらいやってますね。今戻ってきた人が会った時へこんでたもんね。こすりつけすぎて、こすりつけすぎて、街中のいろんなところに矢崎さんのデコがちょっとね、茶色になってた。コンクリがハリウッドでいう手形みたいな、おでこの跡が。内藤さん YouTube なかったらまだタイでコールセンターやってたとか。いやー、やっぱ完了じゃないかな。絶対無理ですよ。どっからですか？どっから？どっから？セドリ。無理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 。確かにタイ行って、その後も別の国行ってたかもね。ああ、なるほど。意外とね、あんのよ。なんかそのまんまそこで生活できる手段っていうのが。でビザも出してくれてみたいな。ああ、なるほど。そうだ、いろんな国転々としてたかもしれないね。いや、検定はなんだろうね。いや、確かに。まあどっちみち僕は大学院辞めてたと思うんで。マジで？はい。もう何、大学院の研究はもう何、自分の興味とは全然違ったの？そうっすね。なんかもうなんか親説得するために大学院行ったみたいなとこあったんで。まあでも音楽はどっちみちやってたんで、はいはい、まあなんか一応先生からもうなんかボイストレーナーとか、うん、作家事務所とかは紹介してもらってたんで、そっち行ってたかもしれないですね。ああ、なるほどね。なるほど。確かにボイストレーナーとかはちょっとイメージないですけどね。ケントだって他人に興味ないし、そうそうそう、ちょっと人見知りするから、強くも言えないだろうし。いいと思いますよ。そうそうそう、そんな言っちゃいそう。まあでも音楽やってたでしょうね、そのまま。その音楽で仕事やりながら自分もやるみたいな。そこのシーンはブレなかったんだね。もう1ミリも交わんないですね、やっぱ YouTube なかったら。そうだね。いや、ほんと YouTube がね、つなぎ止めたね、奇跡の4人ですね。いや、ほんとそうっすよ。 YouTube なかったらほんとに合わなかったね。ですね。いや、まあそうだね。これやっぱキムチ焼くってのがいいっすよね。確かに、ケントさすが。ですね。そしてニンニクガーリックを乗せて。ニンニクガーリック。それだけみたいな。チゲ鍋と同じ仕組みだ。これさ、タレはなくていいの？もうこのままいっちゃう？いっちゃってください、一回。いいっすか？すごい大丈夫だ。いっちゃってください。いっちゃってください。じゃあいただきます。うわ、うまそう。うまい。よっしゃ。ちゃう今の。確かにうまい。サムギョプサル屋さんから、サムギョプサル屋さんの CM 来るわ。めっちゃなうまい。いただきます。いただきます。うんうん、めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいね。シンプルだけどサムギョプサルって最高だよね。確かにうんまっ。このニンニクの感じも、うん、いやマジ幸せっすね。ちょっと確かに半端ないわ。ちょっと一人ずつあげずだって言ってきますか。確かに。何を言えばいいですか？いや、もちろんそりゃいいとこもあれば悪いとこも人間ありますし、その人に対してちょっと思ってることを伝えましょうよ。確かにね。なかなか面と向かっては伝えられないからね。確かに。じゃあまずなんといっても令和荘の大看板ひいこ姉さん、確かに大看板になりつつあるわ。成長してますね。まずまあもう最近の変化でいうとやっぱショートにしてすごいもうより一段と可愛くなってるなって。確かにめちゃくちゃ可愛くなりましたね。本当にね、どんどんもう令和荘にいればいるほどね綺麗で可愛くなってるなっていう。確かに確かに初期の方の動画とか全然顔違いますもんね。ね、違うよね、印象がね。そうそう、ひいこがいてくれるとすっごいなんか笑ってくれるじゃん。あ、確かにね。もう動画でもすごいそれがね助かるんですよね。ボケたりした時とか反応がないとやっぱね不安になるわけですよ。でもその時にねひいこは何でもねやっぱリアクション取ってくるんだよ。それがねすっごい盛り上げてくれる。会話の起爆剤というか、そう、会話を2倍にも3倍にも大きくしてくれないひいこですよね。そう、ひいこいると安心してなんか会話を投げられるっていうか。分かる分かる。そうそう、そこの安心感だよね。で、あとねひいこはね動画のね編集がめっちゃうまいです。ああ、上手ですね。令和荘で上がってくるクオリティ半端じゃないです。女性ならではの編集もね細かい気遣いっていうか。わかる。すっごい丁寧なんだよね。うん、それがね見ててストレスがなくてなんか安心ですね。毎回上がってくるときに、あ、ひいこだったらもう修正ほぼ大丈夫だなみたいな。確かに確かに、もうそこの域までいってる感じですね。うん、めちゃくちゃうまい。いやだけどさ、女子とやっぱ一番距離感近いのはケントゥじゃん。そうなんですよ。女子会行ったりとか。女子会行ってるもんね、鈴木とケントゥで。そうなんだよ、鈴木とケントゥが呼ばれて俺たちには一切お声かけないし。僕も分かんないっすね。なんかもうしれっと参加してるもんね。あ、なんか別に参加したい意思は見せてないんですよ。うん、なんかあっちから来るんです。でもケントゥーからみたいなこと女子は言う。聞いたことないよ。じゃあ質問、その時どういう会話すんの？女子会に混ざってる時は。まあでも恋愛系の話とかですかね。ああ、なるほどね。女子会やっぱそうなんだね。本当にめっちゃいい子だよね。もうシンプルに。あ、そうです、もうまさに本当に人間としてめっちゃいい人間っていうか人格ができてるですね。感じする。浸透のいいところ。いや、浸透、僕からいいですか？はい。いや、浸透はね、ちゃんとその自分のやりたいことが明確だから、それ以外のことにちゃんと無関心で入れるんですよ。はいはいはい。これは実は結構いいことかなと思って。なんか他人に過度に興味持ちすぎたりすると、なんかそれって鬱陶しいんですよ。はいはい。だけどちゃんとその自分のやりたいこととそれ以外のことを分けてるから。すごくこう一緒にいても接しやすいです。ああ、なるほどね。これはね結構、まあ僕は割とそういう意味では近いかなと思って、性格的には確かにすごく一緒にいやすいですね、チントモは。分かる。チントモはね一緒にいてね、そのいい意味で気を使わなくていい。いや、そうですね、まさにまさに。本当に向こうも別に気使わないからこっちも気使わないでいいっていう、すごいなんか近いコミュニケーションがあったりね。確かに奥君言ったよね。やっぱ俺ね、ちんともになんだろう、芯を感じるんだよね。意外とそう、意外とね、ぶれない自分ってものを持ってる。ああ、確かに。そう、私ちんともですみたいな。そう、ギャル精神なのよ。私ちんともだからみたいな。ギャルなんだよな。そう、ギャルなのよ、やっぱり根本。そこは意外と周りに流されないし、あと本当にやっぱ天然な時あるじゃん。いや、あれが本当おもろい。大爆笑重なってくるよね。というか、爆弾というか飛び道具というか、そう俺らが必死にね積み上げてきたボケの階段をさ一気に通り越して、なんか意外とチントモファンが一番多いんじゃないかぐらいの視聴者さんからの人気も。そう、待ってるね、チントモの行動をね。ね、お笑いの神様がマジでそうついてると思う。ついてるんでしょうね。なんかね、親知らず抜いたタイミングとかも完璧だしね。犬連れてきた時、犬より目立とうとしたよね。ホントそう、ホントそう。めっちゃ腫れてたもんね。面白かった。あんな腫れないっすよ、普通の女子。あんな腫れないっす。チントモの腫れ方、あれは。いや、でも本当にチントモやりたかったドキュメンタリーが本当いよいよね制作おっくん編が佳境に入ってるんで、それもぜひ楽しみにしてください。実は作る前に全部の台本来てるんですよ。これで確認してくださいって来て、それも全部もう構成とか文章を全部考えてから撮り始めてたから、すごい本当にそういう才能があるんだなって。やりたいことにはすごいギュッてひたむきになれるし。そうだね。ケントゥはどう？チントモ人気ペアですからね。そうだ、確かによくなんか仲良くしてるイメージあるわ。癒しコンビ。どうなんですかね。なんかまあでもやっぱ気使わなくていいっすね。なんだろう、僕はもうだから何も考えてないですそう、こっちもなんか身構えないでね、もう一緒にいるもんね。続いて最後愛理いきますか。愛理姉さんやっぱパワフルだよね。本当にそう、本当に元気っていうか天然物の陽キャっていうか活動力がありますよね。そう、すっごい元気でやっぱいるだけでさ若くなるっていうか、ワントーン楽しくなるよね。なんか犬っぽいですよね、いい意味で。そうだね。体力が無限にあるタイプの体力が無限にあるタイプの確かになんかオールスタートに大阪になんかライブに行ったりしますもんねそうだね、今も遠征行ってるしね。愛理はね、自分好きです。確かにそこはね、僕もすごい似たものを感じて。確かにおっくん女子だったら愛理になってそうだよね。いや完全にそうですね。確かに近いタイプであるね。そうそうそう、近いタイプであるかなと。自分好きだと自分のことを応援してるファンの人にすぐこう全力でありがとうって言えるんですよ。はいはいはい。その要は自分も自分好きだから、自分のこと好きな人に「おセンスいいね」みたいな思えるんで、結構ファンの人に対してのなんて熱量も大きいと思うんですよね。確かにああいうファンサービスすごいよね、やっぱり。そう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 、本当にね、ちゃんとリード返したりだとか。そうですそうです。令和層もすごい好きでいてくれるし、だからすごくこういいですよね。そういうエネルギーが自分に向いてて、自分の方に向いてる人にも向いてるというか、それがめちゃくちゃいいところですね。そうだね。でしかもその令和層もめっちゃ愛してくれてるじゃん。それ本当にありがたいですね。大きいね、大きい。やっぱ今までみんな令和層のことはなんとなく思ってたけど、口に出して令和層のみんな好きとか令和層最高みたいなことってなかなか言わないじゃん。わかりますわかります。でもアイリアもちゃんと言語化して最高愛してるって伝えてくれるのが、それはファンにもコミュニケーションとしてさ伝わるから、それがねすごいありがたいなと思って。内部の人もちゃんと自分のコミュニティを誇り持ってるんだみたいな、愛理を通じて分かるみたいな。そうそう、だからやっぱ見てる人もあれはそう好きになってくれるだろうし、そのね文化を作ってくれたら大きいなと思うよね。確かに愛理が入ったことによってファミリー感は増したね。間違いないです。そうだね。やっぱ意外と個人主義なとこがあるじゃんね。まあ YouTuber だから YouTuber ってそうですよね。そうそうそう、集まってるけどまあ個人個人って感じはしたけど、愛理が入ったことでやっぱ結束で令和層の輪が強まった感じするよね。愛理入んなかったら TikTok とかも多分やってなかった可能性がある。そうだね。やっぱそっちまで目がいってなかった可能性ありますもんね。確かに確かに。そのね、やっぱ若いからこそのアイデアとかもね、確かにあるし、女性3人がいなかったら成り立たないね。ああ、いやもうマジでそうですね。本当に一番幸せだった。確かに。あっ、盗み聞きしてる人がいる。うわ、ずっと聞いてたんでしょ。やってるわ。うわ、我慢できなくて開けちゃった。でもありがとうね、来てくれた。ギリギリだったんだから、ずっとギリギリだ。冷や汗大変だったね。声張ってもう確かに。じゃあ愛理さん、はいやースタート。はい、愛理令和層です。はい、行動目標が8本目標の7本になっちゃって、これはもう単純に私がめっちゃ予定詰まってたのに、それをちょっと気にせずもう普段通りのペースで動画を作っちゃって、間に合わなかったっていう感じです。はい。で、チャンネル登録者が1ヶ月で322人増えで、これはもうめちゃくちゃ少ないです。3月とかやったら1000人ぐらい増えてるんで、これは、今回ちょっとショートが多かった。私ショート全然伸びなくて、でもそれはまあ今回分かったんで、今月はもう動画をメインに出していこうと思ってるので、ちょっと今月はもっと増える予定です。はい、はい、今回はちょっと頑張ります。はい、はい、そうだね。行動目標で通常動画とショートは分けた方がいいかもね。ああ、分かりやすいよね。分かりました。そう、間に合わせでじゃあショート上げようとかになっちゃうと思うから、通常動画何本ショートは何本で、それで伸び具合見た方がやっぱりいいかもね。分かりました。じゃあちょっと行動目標はまたそれで変えてもらって、はい、って感じですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チェンドマン令和層の担当ということで、じゃあちょっと令和層を代表してお願いします。はい、令和さんお願いします。はい、お願いします。行動目標はショートを毎週水曜日上げるっていうのは 100%、うん、で通常動画も一応月金上げるで、うん、1本だけ土曜に上げちゃったんですけど、うん、まあ本数的には 100% 達成できました。でチャンネル登録者が1100人増えて、うん、今24,567人なんですけど、はい、で今月はちょっと多い方なんですよ。でいつもだともうなんか300人ぐらいとかで、やっぱその一番の課題はちょっとチャンネル登録者数が増えないっていうことかなって思ってて、なんか最近はこうなんかお酢の中身ドッキリとか、歌うまと歌下手に歌わせてみたとか、なんかそういう感じの方がなんか伸びてるなっていう印象があるので、なんかちょっとそういう系のショートをちょっと多めに上げてたいなってちょっと思いました。ショートはやっぱり当たると結構増えるなって印象あるから、令和層でもやっぱりショートやっぱ10万人目指していくためには、まあ、避けて通れないなってちんともが言ったね、その狙いの通りにちょっと来月はいろいろ試していきましょう、はい、じゃあちょっとねこれを踏まえてね、この後みんなで話し合いもしつつ、はい、今後どうやってやった方がいいのかって意見交換もねしていきたいと思います、はい、とりあえず皆さんにねご報告ということで、はい、今こんな感じで進んでますけど10万人目指してねよりパワーアップしていきたいと思っております。応援のほどよろしくお願いします。それじゃあ質問コーナーいきますか。よっしゃ。本気でコラボしてみたい YouTuber は理由と企画込みで。内藤さんは内藤ブログで。あ、俺はブログで。僕はもう明確に3名いますね。おお。いずれもプリットチャンネルさん。娘さん。はい、お団子さんパンダさん、あらね、大食い三重師と言われるブリットチャンネルの大食い三重師、お団子さんはもともと僕もお団子さんのチャンネルをすごい目指してというか、確かにちょっと参考にさせていただいて動画作ったりしたし、パンダさんは最近ショートすごいんですよ。あ、そうね、パンダさんもね自分のチャンネルでね、そうそうそう、めちゃめちゃショートすごいし、娘さんはもうすごいですね、いじられる女性のもう最終形というか、確かに返せるもんね、強く、そう、強く返せる、そう、ふざけんなよみたいな、殴り合える、そう、それは視聴者さんもね、気ぃつかないでいいっていうか、そう、女性がいじられてもなんかうわー楽しいって見れるもんね。だからもうめちゃくちゃ尊敬して3名、その3名の方とちょっとコラボしてみたいなと。なるほどね、思いますね。いや、いいですね。うわー難しいなこれ。確かに矢崎さんコラボのイメージないですよね。ないよね。ヒカキンさんかな。ヒカキンさんかな、やっぱり。めっちゃおもろいな、してたら。何するんだろう。俺が歌うからボイパやってもらったり。すごい、最上級の強敵ぐらい。そんなんでやってくれるわけないじゃないですか。いや、声かけてくれないかな。向こうから待ってる。向こうからなんかね。インスタとかでリップしてみてよ、コラボしませんか。迷惑系じゃんマジで。一日一人ぐらいいるんじゃないですか。確かに確かに。内藤さんどうですか。内藤さんは逆に難しいか。確かにな、カズさんとかがあってウームキャンプ部みたいな、そこに参加させてもらっていろいろ学ぶとか、それめちゃくちゃいいじゃないですか。確かに確かに、そうだね、あ、それいいね。それだ。普通にできそうだし。確かに、ちょっと連絡したのね、入れてくれそう。じゃあ、おけんというは。いやー、まあ僕も結構迷ったっすけど、2人いますね。お。まあ1人は、岡田さん。やっぱりね、言うと思ったわ。好きね、あなた。やっぱね、1対1で話させてもらったことがあって、やっぱちょっとね、波長合うん。あー、なるほどね。もうほんと終電ギリギリになるまで喋るぐらい、それすごいよね、結構熱く初対面でほんとそうよね、熱く語って、普通初対面の同性同士だとそんなにそうそうそう盛り上がんないよね。やっぱ楽しかったし、すごいよそれは。でもう一人は徳井さん、ああ、へえ、今日ポップアップストアなんか下北でやってて会ってきたんですよ。今日喋ったんですよ実は。で、あ、僕 YouTube やっててって言って、すごいな、あ、仲間やみたいな言ってくれて、最後チャンネル名聞いてくれて、マジでちょっと今日の動画にコメントするんでみたいな、すげえ、ちょっとアピールしてきました。でもある意味なんか剣というのを目指すようなチャンネルやってるよね。だからそれもあってちょっと視察も兼ねて、視察も兼ねて、政治家？そんな感じですね。なるほど。じゃあ次はね、やっぱ男子会らしく恋の話なんかね、はい、いかがでしょうか皆さん。いいね、これみんな聞きたいでしょ。彼女奥さんにするなら何を重視しますか。おー、いいね。ということなんですけれども、いやでもあんまなんか理想とかないんですよね、結構。ああ、なるほど。好きなタイプとか聞かれても特にないって結構答えちゃうんですけど。はい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 。だからまあでも陽キャすぎたら無理かもしれないですね。ああ、なるほどね。やっぱなんか多分その生まれ持った素質というか、多分ある程度あると思ってて。そうだね、確かにね。ちょっと陽すぎない人。いや僕はお互い尊重できる、まあだから僕のことを尊重できるけど自己主張してくれる人。はいはいはい。その2面ですね。なるほどね。もうこれだけです。やっぱお互い尊敬し合わないと成り立たないと思うんですよね。人が一緒にずっといるっていうことは。そうそう。だからお互いを尊重して、お互いの思ってることとか、自分と考え違うことがあっても、そういうふうに考えるんだみたいな。ああ、なるほどねみたいな。おー、なるほどね。だけど、その自分の嫌な像に触れた時に、それを我慢しないでほしいんですよ。はいはいはい。それ意味ないんで。確かに確かに。だからここが嫌だったから、じゃあこうしてこうって、ちゃんと議論ができる人です。はいはいはい。僕はでもなんか自分にない才能がある人が、ああはいはいはい、ちょっとわかるわ。なんかね、惹かれちゃいますね。わかる。歌うまいとかそういうことですか。歌うまかったり、絵が上手だったり、そう、めちゃくちゃ頭が良かったり。ね、確かにそれはなんか魅力的に映るよね。そうですね。やっぱ僕がちょっと不完全な人間なので、ちょっと2人支え合ってちょうど完全体になるぐらいの才能がある人がいいですね。かっこいいですね。俺はね、やっぱタイプとしては合わせてくれる人、俺になっちゃうかな。俺がいろんなことをやるのを楽しんで、一緒に楽しんでくれるっていうか、じゃないとなかなか長く一緒にいるのはね、難しいと思うよね。俺、内藤さんと全く同じこと言ってる人知ってますよ。え？タイプ。誰？ P さんです。全く同じですよね。嘘でしょ。好みの女性の方全く同じこと言ってました。やめて、これは私じゃん。ちょっと P さんとはこの話し合いだな。確かに恋話。P さんがね、面白い恋バナ持ってますから。ああ、そうなんだ。めちゃくちゃ面白い。ちょっと聞きたいな。